西宮北口駅は兵庫県西宮市高松町にある阪急電鉄の駅。福駅名は阪急西宮ガーデンズ前。西宮市の中心駅の一つである。駅番号は HK-08。阪急神戸本線と今津線が接続する乗り換え駅。今津線は当駅を境に、宝塚駅方面は今津線、今津駅方面は 今津線と呼ばれることがある。神戸本線と今津線の間を直通運転する準急直通特急、臨時急行を除く全営業列車が停車する。神戸本線の急行は当駅異性で各駅に停車する。運転停車を含め車掌及び運転士は当駅で交代する。大阪と神戸のほぼ中間に位置しており、乗客数は西宮市内の駅で最も多い。 駅周辺には再開発が進み、商業施設や文化施設が集中している。周辺の住環境も良好であることから、近年は住宅地としての人気が急上昇しており、2011年度の関西住みたい街ランキングでは、2010年度に続いて第1位となった。2017年4月でも依然人気は変わらず、似たランキングで、梅田、南波。 天皇寺などの人気駅周辺を抑えて1位を独走し続けるほどの人気を誇る。かつては国鉄西宮駅や阪神西宮駅と区別するため北口と称されることが多かったが、現在は一般的に西北と称されている。阪急電鉄の前身である美濃尾有馬電気軌道が、なだ循環電気軌道を買収して13線の名称で、 阪神間の新線を計画した際は、この地域は、今より、北の門戸薬人付近を経由する、現在の山陽新幹線及び、国道171号のルートに相当するルートで、申請されていた。これは13線の付設が主に、伊丹一帯の開発を名目としていたためであり、また13線の申請以前に、 宝塚西宮航路沿岸の免許を、身の割りマ電気軌道が所有していたため、それと接続する形を取ったからでもあった。しかし、阪神間を高速で結ぶ目的を達するため、同社は、伊丹へは、市線の伊丹線を開業させることで代替都市、南の塚口を経由する短絡ルートへ変更した。それに伴い、宝塚から南下する計画線との接続点も変更され、 結果両線の接続及び車庫の設置を目的とし、当地に駅が開設されることになった。以上の経緯は、阪神急行電鉄の項目も参照のこと。開業時、駅は西宮町の市街地から大きく離れ、向こうが荒木村に属する農村地帯に存在したが、当初より河原木ではなく西宮北口を名乗った。これは宝塚からの視線を、 さらに南下させ、西宮の市街地まで延伸させる計画があり、それとの接続点ともなる予定であったからだと言われている。しかし、この西宮市街地への延伸計画は実現せず、未成線となり、代わりに阪神本線への接続を図る計画が立てられ、それを1926年に実施して、現在の今図線となった。放置するダイヤモンドクロスはこの時生じている。 1946年10月14日には、当駅のホームにおいて、漫才師、ミスワカナが、心臓発作のため救世するという出来事もあった。神戸線ホームと今津線ホームは、京城駅であるが、今津線ホームにあたる5号線のみ公開駅となっている。改札口は、7号線ホーム横の北西口が、廃止されて、以降、長らく2回コンコースに、南側1カ所、 北側一箇所の計二箇所であったが、五号線ホーム高架化完成に合わせて南側二箇所、北側一箇所、五号線ホーム南端一箇所の計四箇所に増設された。阪急電鉄の駅で改札が四箇所ある駅は珍しいケースである。京上駅舎の外周には環状のペデストリアンデッキが設けられており、 神戸線と今津線の2線によって分かれる4つの駅周辺地域を自由に行き来できるようになっている。東半分は京城駅社化された際に開通していたものの、西半分は資材置き場などに使用されたまま20年以上放置されていたが、2005年11月下旬になってようやく開通した。2010年12月に5号線が高架化されてからは5号線ホームが ペデストリアンデッキと同一階となり、南側のペデストリアンデッキが駅構内により分断されている。このため、当駅の南東側と南西側の間を通行する場合には、地平部に降りる必要があるが、道線の機能保障として、地上階に自由通路と踏切、コンコース階とつなぐ2機のエレベーターが設置されている。南東側と南西側を行き来する場合でも、 ペデストリアンデッキからエレベーターで地上に降り、自由通路と踏切を通過して行き来することができる。以前は南北に分断された今津線を高架化によって再度つなげる計画があり、その計画では今津線ホームが3階部分を通ることを想定していたために、京上駅舎を支持する一部の柱は、その計画に対応して太くなっている。 しかし、今津南線の5号線ホームは2階部に建設されたため、南北の線路が再びつながる可能性は事実上なくなっている。高架化される前の5号線ホーム北側の連絡通路部には臨時改札口があった。この臨時改札口は、阪急西宮スタジアムでのイベント開催時公式戦、西宮競輪やコンサートなどに使用されたが、 阪急西の宮スタジアム閉鎖により使用される見込みがなくなったことから、後にシャッターの2、3は撤去され、出入り口のついた壁となっていたが、5号線ホームの高架化に合わせて取り壊された。また、京城駅舎化されてからもしばらくは7号線公車ホーム横に、旧来の西改札口が残存していたため、その名残で7号線公車ホームとコンコースを、 連絡するエスカレーターは2機設置されている。改札内には多数の店舗があり、コンコース内だけでもブックファースト551ライ喫茶店、雑貨店などがのを連ねている。また、6.7号線ホーム、宝塚方には、イートインベーカリー、フレッツカフェや、化粧雑貨店、カラーフィールド、キュービーハウス、同ホーム階段側には、エイエーセナズや、 阪急そば若菜がそれぞれ営業している。1987年に、京城駅舎化される以前は、各ホームが離れた状態で設置されていた。駅開業当初は、校内踏切で、各ホームを連絡していたが、この校内踏切には、遮断機はなく、係員が手動で柵をスライドさせていた。ただ、危険が伴うので1960年12月に、地下道が設けられ、 各ホームの連絡はこちらを使用するようになった。ただし、校内踏切も今ず千分段化までは、ラッシュ時や阪急西宮球場での野球、競輪やイベント開催時には使用されていた。改札口は、神戸本線北側に、地下の東改札口と地上の西改札口、元臨時改札口付近に設置された地上の南改札口の計3箇所あった。また、 地下道上の明かり取り窓の上には花壇が設けられていた。これらの地下道は1984年の平面、交差解消後も1年間使用され、1985年の京城駅舎落成により閉鎖された。さらに、神戸本線と今津線の列車同士が衝突するのを避けるため、それぞれの平面交差手前に脱線点鉄器が設けられていた。ダイヤモンドクロス。 今津線宝塚家業の列車が神戸線を横切る高松日向緑地に保存されているダイヤモンドクロスあたり駅のダイヤモンドクロスとはかつて1.2号線ホームの西側3.4号線ホームの東側5から7号線ホームの南側に存在していた神戸本線と今津線が直角に交わる平面交差を指す1926年の今津線延伸当時は 立体交差が技術的に難しかったこともあり、平面交差を採用した。路面電車同士や路面電車と鉄道線の平面交差は珍しくはなかったが、高速走行を前提とする路線同士が平面交差するものとしては日本唯一のものであった。なお、このダイヤモンドクロスを列車が横断する平均時間は72秒であった。長らく、 神戸本線と今津線の運行ダイヤ作成上のネックであったが、神戸本線のラッシュ時の特急などの優等列車重量編成化に伴い、1984年に今津線側を分断して、ダイヤモンドクロスは消滅した。以来今津線は当駅で2系統に分断され、今津北線とコンツ線という通称にもなっている。当時のレールの一部は、 北上急行電鉄の谷上車両基地に保存、展示されており、見学会の際などに公開されることがある。その他、阪急西宮ガーデンズ内の阪急西宮ギャラリーには1982年から1984年頃の当駅周辺を再現した150分の1のジオラマが置かれ、駅南東、阪急西宮ガーデンズ北側にある高松日向緑地には、 レールの実物が埋められ展示されている。近年の1日平均条項、乗車人員の推移は下記の通り。いずれも神戸本線、今津線間の乗り換え人員は含まない。昔からの地元住民や阪神間で、北口といえば西宮北口を指すが、2000年代以降は西北と呼ばれることの方が多い。開業当時は周囲に何もない駅だったとされているが、 大阪や神戸への交通の利便性から戦後は、急速に市街化が進展した。駅の北西エリア、高架前園や、北昭和町、南昭和町の一帯は西宮7園を構成する、お屋敷街として、谷崎純一郎の作品世界の雰囲気を伝えている。また多くの児童、生徒が通学日東駅を利用することから、大手から中小まで、学習塾や、 予備校が立地する関西有数の塾激戦区ともなっている。特に関西の中学受験市場では西宮北口と大阪上本町は二代目かとも言える激戦区で大阪上本町同様、遠くから大手塾の西宮北口の校舎に電車で通学する小学生は少なくない。駅南東側には阪急ブレーブス。 オリックス・ブレーブスの本拠地でもあった阪急西宮球場があった。このため当たり駅には、その当時、阪急西宮スタジアム前の服役名が付けられていた。スタジアムは2002年をもって閉鎖され、2004年から2005年にかけ解体された。この跡地の再開発により誕生したのが、阪急西宮ガーデンズである。 1995年1月17日早朝に発生した阪神・淡路大震災では、当駅周辺も大きな被害を受けた。特に古い木造を建築が密集した駅の北東地区は壊滅的な被害を受けた。また、阪急神戸本線の西宮北口伊勢が普通になっていた時期には、阪急西宮スタジアム前が代替バスの発着場所となっており、 毎日長蛇の列ができた。阪神、淡路大震災前は駅を基準に、おおむね、以下のような特徴を有していた。駅周辺は、福音の狭い道が非常に多かったことから、戦後は路線バスやトラックなど、大型車両の通行が困難を極めるようになり、周辺道路にも影響を及ぼすなど街の発展を阻害する状況に陥っていた。 そのため土地区画整理事業により現在の姿へと再開発することが震災前から計画されていたものの周辺住民の猛反対により頓挫していた。だが震災からの復興を機に駅周辺一帯が西宮市の土地区画整理事業の推進地区となり合わせて周辺住民の理解も得られたことから再開発が急速に進展した。駅の南北にバス乗り場がある。 阪急バス、阪神バス空港リムジンバス。ありがとうございます。